はい、皆さんこんにちは。実は開会式に出ていた一ノ瀬隼人でございます。さあ本日は2021年7月27日火曜日なんですけども、ただいま夜の9時7分を回ったところでございます。仮面ライダーリバイスの制作発表でございました。私まだ見てません。そのお昼から、私ネットから離れておりました。今回の制作発表で新たに、解禁になった、情報はまだ、知らないので、今からその制作発表見たいと思います。はい、多分これでわかるのが追加の、レギュラー陣、そして今回の主題歌アーティストが発表されるんじゃないかと。主題歌発表されるよね。それぐらいまだ情報入ってないんで。で、今回この制作発表で一番楽しみにしているのが、そのレギュラー陣の中の大物枠。今までだと、セイバーだったら知念里奈さん。ゼロワンだったらアンジャッシュの大島さん。で、ジオーだと生瀬さん。もうほとんどの人が知っている方がね、いつも、レギュラー陣の中に入っているんですけども、今回誰が来んだろう。ちょっとだけ話は変わっちゃうんだけど、俺何回か釣った方の方で発信してるんだけど、そのテレビシリーズの方じゃなくて、夏の、まあ、劇場版の方で敵の仮面ライダー役で、まあ、ゲストで、チームナックスの戸次さんにやってもらいたいなっていう、なんかすごい願望があるんですよ。これなぜかっていうと、チームナックスの舞台で、まずチームナックスはもう知ってるよね。皆さん知ってますよね。北海道の大スター、大泉洋さんがいる演劇ユニットですよ。のメンバーである戸次さんね。まあ、いろんなドラマ出てますよね。そのナックスの舞台の、ウォリャーっていう、作品があるんだけど、その中で戸次さんは織田信長の、役をやってたんだけども、で、それを見て、あ、この人、ライダーの敵役いけんじゃねなんて思ってて、なんか自分の頭の中でこう想像して、ああ、これいけるぞと。いつかやってもらいたいなっていう願望が本当にあって。あと誰だろうな。まあ、役どころにもよるんだけど、前やってた番組、ご機嫌ようあるじゃないですか。の、小坂井さん。なんか、そうだ、この間孤独のグルメにでも出てましたね。小坂井和樹さんあたり、いいんじゃない？か、もしかしてリバイスの劇場短編に出てきたカメラを止めるな、に出てた俳優の人？あ、佐藤二郎さん。案外いいんじゃない？案外中にポンって入ってても、違和感ないと思うけどね。あ、でも佐藤二郎さんになっちゃうと監督が福田雄一監督になっちゃうわ。ファッ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 ってなっちゃうからね。もしかしてまたお笑い芸人枠あるのかな。お笑い芸人だと誰だろう。チュートリアルの福田さん。雰囲気の中でポッていて違和感ない人。サバンナの高橋さん。違うか。仮面ライダー芸人の中、塚地さん結構出てるしな。土田さん。いいとこじゃない？あ、そうでした。忘れてました。アンジャッシュの渡、これ主題歌誰歌うんだろう？今回の仮面ライダーリヴァイに変身する主役の方がですね、LDH。はい、エグゼルが、いる、事務所なんだけど、そこから出ているみたいなので、まあ、LDH の若手のグループあたりが来るのかな？ちなみに LDH の社長はですね、元エグゼルのヒロさんですよ。ヒロさんの本名は、五十嵐博之です。五十嵐。うぅ？単なる偶然かな？ジャイアンとかないよね。ありえそう。か、もしくは挿入歌とか歌いそうかも。だって人なんかラップとかできるでしょ。よし、じゃあ見ますか。はい、おなじみのブルートゥース。あ、春日。春日もしくは若林さん。あ、そうだ、見る前に。おなみすぎるロイヤルポリス。いや、ついに情報解禁ですよ。これを人生初めて飲んだのが仮面ライダージオーオーマフォームの変身動画なんですよ。変身
だからあれを公開しないと、あのこっちが飲めないみたいな。やっとこっち飲めるよ。これせっかくだからさ、これ今度から使えるね。あの味の感想はあの返信動画の時の私が、感想を言いますので、おそらくいつか公開します。発熱させる液体と底辺が交わる時、灼動の小瓶が闇を切り裂く。うおうおうおお、キエキ熱々ですよ。うわ、では見たいと思います。くっ、いやもう完全にやっぱ変身音はもうオリラジ藤森だわ。いやでもいいね。あ、待機音やっぱかっこいいな。うわ、もういきなりお二人が、あ、うわー、でもやっぱちょっとリヴァイのそのピンクがもうちょっと濃い方がいいな。でもそうすると他のライダーに混ざっちゃうと目立たなくなっちゃうかな。あ、何、あ、ちょっと小芝居を入れながらのキャスト入場ってことこれ。あ、やっぱりなんかみんな初めて見るお顔ばっかりだな。てかここがメインセットってことでいいのかな。ジャイアン来ちゃった。すげえな、すごい抜擢だな、ジャイアン。俺すごい振りしなかった？おお、ちょっと待って。わかってるじゃないか、東映さん。ちょっと止めるわ。あの、ちょっと待って。ふぅー。当てちゃった。まあ、完全に予想的中ではないけど、ほんと来ちゃった。これどれぐらい俺嬉しいかっていうと、あの多分声優ファンの皆さんはあの木村さんになった瞬間のあの喜びと同じぐらいだと思います。あ、家族物語系。あ、女性が幹部ですか。いいですね、ナイスですね。あれあれ、アマゾンズの福さん、福さんじゃないですか。あら、このバイクすごいな、ほんと。あ、やっぱ不思議だね。見慣れてきたね。やっぱり見慣れてくるもんだね。後ろに英徳さんうろちょろしてるし。あ、裏仮面ライダーね。え？オーディションの映像映すの？うわ！そう、俺が参加した時もこんな感じだったよ、オーディション。うわ、決まった瞬間も見えんの？ま、これ見るの初めてだな。まあ、選ばれなかったからね。おっ！来るか？来た！主題歌、誰だ？10周年？誰？来い。あー、ダイス、あー、そう、あー、いいとこついてくるな。あー、ダイス、はい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 、知ってます。あんまり曲知らないんだけど。ん？まだいんの？一緒に歌うって、まさか。出た。うわ、ほら、やっぱり、ジャイアン来るじゃん。うわぁ、ラップ部分をジャイアンが。なるほど、第1話に披露と。はい、今、制作発表の方を今、一通り見終えました。いやー、ちょっと今回この動画、あれだな。リヴァイスがメインっていうよりか、戸次さんがメインになってないか、これ。マジで来ちゃったわ。そうか、でもお父さん役か。どうにか裏切ってライダーになってくんねえかな。正直あのスーパーヒーロー戦記の後にやったあの短編映画、まああれ見てかなり衝撃を受けて、これはどう、うわっていう感じだったんだけども、あのこの制作発表を見る限りではあの不安要素はなくなりました。はい、と同時にあの見慣れました。そしてあともう一つ、あのリヴァイスドライバー、あれ、トイザラスさんが作ったおもちゃかなっていう感が。なんかすごいそんな雰囲気しない？なんだろう、幼児向けのコーナーに置いてありそうな。ハッピーセットのおもちゃみたいな。にしか見えないんだけど、音いいね。音はいいわ。制作陣すごいね。どういう経緯で、オリラジ藤森さんを起用しようと思ったのか。すごいね。多分今後もね、ライダー増えてくると思うし、もちろんあのバイスのポジションもあると思うから、またすげえ声優さんとか使ってくるんじゃない？
ぜひともお楽しみにということでございまして、新番組仮面ライダーリバイスは、2021年9月5日朝9時から放送スタートとなりますので、皆様ご覧ください。出てないから大丈夫だよ、大丈夫大丈夫、出てないから。最後までご視聴ありがとうございました。以上、一ノ瀬隼人でございました。また次の動画でお会いいたしましょう。あのバイクは何回使うんだろう。